はい、こんにちは。カンナリ治療院のカンナリです。久しぶりの動画の投稿ということで、寂しいと思っている方もいるのではないでしょうか。という冗談は置いといてですね。当院はですね、私が今身につけているこのスクラブもそうですけれども、実はピンクの色のものが多いんですね。はい。ピンクの、これね、隠れ桃尻。これもピンクですしね。あとは、こんな感じで、施術用ベッドもピンクだったり、するわけです。男性の治療科なのに、ピンクなんて気持ち悪い、なんていうことは言わないでください。はい。他にも患者さんの上にかけるこのバスタオルですね。これもピンクだったり、あとはまだ今暑いので着けないですけども、秋口冬になってきたら上に羽織るカーディガンもピンクだったりと、もうほんとピンクだらけなんですね。さすがに壁もピンク、すべてピンクってしてしまったらこういうところですね。まあさすがにおかしいのでそれはしないんですけれども、結構な割合でピンク率が高いんですね。これはまたなぜかというと理由がありましてですね、ピンクの方が、体が緩みやすかったりとかですね、体のいい状態になりやすいんですね。これは、実際に実験するとわかるんですけれども、例えば、黒い真っ黒な T シャツを着た状態と、ピンク、もしくは、明るめのね、ピンクとか、オレンジとか、そういうような明るい基調の服、T シャツを着たりとかですね、で、こう、筋力検査とか、関節の可動域を、比較したりすると、黒の方が明らかに、可動域が悪かったり、動きが悪かったりですね、そういうことが起きてきます。というように、実は色の反応っていうのもね、色っていうのも体に非常に影響を与えるという。で、ピンクというのは特に体を緩ませたり、心を緩ませたりする効果が高いので、実際僕も常に身につけてますし、患者さんが治療する際に寝るところも、ピンクを多くしております。はい。これは目に見えるとそうなのかっていう話なんですけど、実はそういうわけでもなくてですね。以前この目が、視力がちょっと弱い先生に対して、もうこう、体のところにですね、黒い布をかけたり、もしくはピンクの布をかけてっていうので、それでもまたそれも実験させてもらったんですけども、それはもう目に見える見えない関係なく、やはりね、色が、明度が低い、色が暗い色の方が体が固まったり、可動域が悪くなったりっていうのがね、起きてきました。はい。というのがまた10月3日にですね、その本が出るみたいなので、それを見ていただくとより詳しく載っていると思います。はい。本日も最後まで、動画を見ていただきありがとうございました。